岩手を浮遊する旅フローティングジャーニー。今回は私キヌが盛岡市を旅します。豊かな自然に囲まれた盛岡市には多くの湧き水があります。日本茶が大好きな私はその湧き水で美味しいお茶を入れてみたいなと思っていました。あったわあ、綺麗。どれどれ、冷たい。わあ、でも気持ちいい。清流水飲んでみよっかな。どれどれ、あー、おいしい。あー、まろやかって感じの体に染みる味、おいしい。清流水の近くには大地清水という湧き水もあり、こちらも古くから人々の生活用水として利用されています。そしてもう一つ気になる湧き水がつなぎ温泉郷にありました。おお、ここが藤倉神社で、あったあった、百個井水。ここが藤倉神社、出てるね。ちょっと先にお参りをしてから。本当に100個い水。あー、気持ちいい。じゃあこのボトルに入れましょう。おーたっぷり。 OK。 ここだな。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。湧き水にぴったりなお茶を求めてやってきたのは盛岡市青山にある渡辺園茶店。店主の渡辺さんは日本茶インストラクターの資格を持つお茶のエキスパートです。今回湧き水を2種類汲んできたんですが、はい、温かいお茶と冷たいお茶、はい、なんかどっちも楽しみたいなって思うんですよ、はい、おすすめってありますかね、はい、そうですね。じゃあ、説明しますのでどうぞおかけください。いいですか、はい、お待たせしました。はい、温かいお茶用にはこの奥豊かがおすすめです。これは九州鹿児島のお茶で香りのすごくいいお茶になっています。冷たいお茶にはこちらの、水差し煎茶ティーパック、扱いが楽でとても評判のいいお茶です。何かこう美味しく飲むコツっていうのがあったら教えてほしいんですけど、はい、温かいお茶はだいたい1人がティースプーンで1杯、これが1人の 2g 目安です。お茶の葉を広げるためにお水をちょっとだけ入れていただいて、お茶の葉が広がった頃に お湯を入れていただく、これだけのことで美味しくいただけます。少しこう戻したところにお湯を入れると、はい、ね、温度もちょうどよくなって美味しくいただけるんですね、はいはい、冷たい
お茶に、まあ、あのこちらのフィルタインボトルといって、おしゃれですね、ティーパックを1個入れていただいて、はい、お水を入れて1時間ぐらい経つと美味しいお茶が出来上がります。なんかいろいろお話聞いてたら飲みたくなってきますね、日本茶ね。そうですね、まあ、楽しみですね。この後じゃあゆっくり入れたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあお茶の時間です。これが清流水で入れた冷茶。おお、よく出てますね。おいしい。このすっきり感といい、清流水と一緒にこう出したこのお茶、最高。うわー、おいしい。やっぱこう冷茶と違って旨味とほのかな渋みと、これはこれであったかいお茶しみるな。うわ、この余韻がたまんない。おいしい。うわ、岩手を浮遊する旅、フローティングジャーニー。盛岡市の名水を満喫した癒しの旅となりました。